なければ味わえない、ね、どんなところにでもお喜びがあり感謝があるな、そんな風に思いますね。今日は、いよいよ学期末も近くなりましてですね、技術の方たちもそして、今日はまた部屋にバレルの方々も一緒に礼拝ができることを感謝します。一言お祈りをいたします。神様、あなたは私たちがどのように感じようともいつもそばにいてくださり、私たちの最も近くに助けとなっていてくださります。どうぞあなたが共にいてください。そのことを覚えて、もしこの時もそしてこれからも一体どんな時も私たちはあなたの愛の認められたのにということを覚えて、心豊かに歩むことができますように、伝えるものに御言葉を取り継ぎますので、どうぞ、今夜のためにお持ちくださいますように、そして、どうぞ打ち砕いて、で、本当にあなたの御言葉を、あなたが願っておられること、あなたが私たちに伝えたいことを、本当に分かち合うことができるように、導いてください。全世界の、あなたが作られた全ての神のように、あなたの平和を祝福になりますように、イエス様の尊い名前によってお祈りをいたします。アーメン。さて、今はちょうどですね、聖書の教会の暦の中ではレントというんですね、レントというのはこのイエス様が十字架におかかりになるその時、ね、そのことを思い起こしながら40日間日曜日を除いた40日間を過ごすその時ですね、神様が人となってきてくださった、このように聖書は私たちに言っています。さて、今日の聖書の箇所はですね、見てみますとちょっとですね、先ほどのところを開いていただきますと、ヨハネの福音書の第14章のところでしたね、197ページのところですが、この、ところのですね、ここは14章ですが、その14章の上の方をちょっと見るとですね、ペトロの離反を予告するっていうのが196ページのところに一字で書かれています。イエス様は、ご自分がですね、命を、それこそ取られますよ。私は死にますよ。ということをこのところで予告をしているわけです、ね。そうするとですね、まあペテロがですね、イエス様に、ね、私はどこにでもついていきます、こういうふうに言うんですね。イエス様のため、イエス様あなたのためだったら命まで捨てますよと言うんですが、イエス様その時ね、あなたは三度私を知らないと言ってね、裏切りましたよ、そんなことを言うのですね。で、新しい、その前にですね、イエス様は私たちに新しい教えを教えますと、ペテロの離反のですね、ところの、前のすぐ前のところを見ていきますとですね、こういうふうに言っていますね、34節のところで、あなた方に新しい教えを与える。互いに愛し合いなさい。
私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。こういうふうに言っています。愛し合うこと。さあ今今日のですねテレビを見、またラジオを聞き、そしてまた週刊誌やいろんな本を見ますときにね、この世界と全く逆の世界が繰り広げられているなときっと皆さんお感じになるだろうと思います。いや愛ではない、憎しみが、怒りが、やりきれなくて、もう渦巻いている世界。この聖書は新約聖書でもだけでも2000年前に書かれたこの聖書ですけれども、しかし2000年後の私たちが読むと、今日に神、いや今日今ここでイエス様がお話になっているなっていうことを私は思います。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることのないお方ですと聖書では言っていますが、ああそうだな、2000年前もイエス様をお方になったそのことがあの時代にきっかり、そして2000年後の今私たちこの時にあっても、これほどまでに私たちのことを、私たちのですね本当に隅々までご存知であられる、ね、そして私たちに行くべき道を示しておられる、このようなものは何一つないことを私は改めて知らされるのです。課題は何か、ねええー、このところでイエス様はですねこの愛を語られます。そして愛の時、ね、十字架、ね、十字架の時を語られます。やっぱり正しいことをしていればね平穏無事であるっていうことは全然聖書では言っていないんですね。そうじゃないと思うね、正しいことをした人たちが、ね、この戦争時代、戦争が愚かだ、今日本はそういう方向に、ね、ずっと進んでいますけれどもね、戦争は愚かだっていう人が、それが正しかったわけでしょ。みんな迫害され、隣国にがあるものを殺されたのです、ね、しかしそれらの人たちは本当にですね平安のうち憎しみのうちに語ったのではありません。真理は憎しみのうちにはないのです。愛のうちに、平和のうちに真理というものが流れていくんです。それ以外のことでは決してない。ですから、どんなに相手がこうだから、武器を持って武器、ねえ、そういうふうにして、戦争は一度も収まったことがありません。私たちは今この時によーく、考えていくことです。歴史はこのようにして愚かにも繰り返されてきました。ですからイエス様は私たちに向かって、私は道であり真理であり命であり、ね、誰でも私に言わなくては父の身元に行くことはできない、そして私は平和を与えるために来た、その平和は世が与えるようなものとは異なると言われます。世が与えるようなもの、この世は平和は武力で脅かされたら脅かせばいいじゃないか、そんな風になる。しかしそれで平和は来なかった。私たちのこの愚かないつも本当にですね叫びを持っているこの私たちのその思いがですね、取り去られ脱ぎ去られ新しい時を迎えるのはあのイエス様の十字架によってなのですね。私のために命を捨ててくださった、ね、迫害する者のために祈りなさいと聖書では言っていますね。聖書ではというのもイエス様ご自身がそのように言われました。ですね、今日はちょっとですね、ちょっとって言いますか、皆さんたちにご紹介したい人がことがありましてですね、それはテゼというですねフランスの片田舎にありますとこの場所にですね、宗派、キリスト教でもカトリックとかプロテスタントとか聖公会とかいろんなのありますけれども、それを超えてね一つの共同体が出来上がったんです。それがテゼという共同体です。実は
そのペテロの人たちがね、私たちのところにね、教会に来たことがあります。そしてペテロのね、あのマークがですね、このマークなんですね。こうなって十字架がこうね、鳩かなんか天使みたいになって、こういうのをみんなこうかけてるんですね、ペテロの人たちが。その実は、このペテロを始めましたですね、ブラザー・ロジェという人がそうなんですが、この人は、まあ、お話すると長くなりますが、この人はですね、この2005年、今から10年ほど前のですね、8月15日の夕方に亡くなったわけです。どのようにして亡くなったかと言いますと、この一人のですね、心を病む女性が、そのロジェのですね、ロジェを通過したわけです。そして死んだんです。大変世界中が悲しみます。ああ、たくさんのたくさんの人たちがここのところに来てですね、心新たにされて、平和へ向かって出ていく、その人がですね、まさに殺されたのですね。そして、このロジェがですね、殺されましたその時にですね、ここのところちょっとですね、その時に後継者でありますブラザー・アイロという人がですね、その お葬式で祈った祈りが次の文面です。善なる神様、私たちは病によってブラザー・ロジェの人生に終止符を打った女性をあなたの許しに委ねます。十字架のキリストと共に私は祈ります。父よ、彼女をお許しください。彼女は自分が何をしているのか知らないのです。こういうふうに祈ったんですね。イエス・キリストのイエス様が十字架におかかりになったとき、殺されたときに十字架の上でこの祈りを祈られました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何を言っているのか知らないのです。とそういうふうに祈られました。この祈りがブラザー・ロジェのですね、その葬儀の席で祈られた、いやそのことが語られたわけです。本当に、ああそうだな、敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われたイエス様のこの足跡に従って歩んだ、いや今も歩むことができるんだな。そこのところでどんなに憎しみをぶつけても何も解決はしない。しかしこのことを通して神様が私たちをどのように愛してくださったのかという、そのことを私たちは知ることができます。現実に自分のあの本当に最も敬愛する者が殺される中で、その後継者が今一度、善なる神様、私たちは病によってブラザー・ロジェの人生に終止符を打った女性をあなたの許しに委ねます。十字架のキリストと共に私たちは祈ります。父よ、彼女をお許しください。彼女は自分が何をしているのか知らないのです。その時にこそ初めてこうひたひたとですね、押し寄せてくる命の息吹を感じないではないです。私たちはこのことを通して知っていくんですね。そのようにして私たちは愛と出会っていく。そしてそれが実は私たちに委ねられていますよと聖書はそのように私たちに語っているのです、ね。聖書は私たちですからですね、この先ほどの聖書の箇所で言えばですね、旧約聖書の方を読みましたけれども、
イザヤ書のところでですね、こういうふうにありましたね。司法のですね、一番前の方を見ていただいてもよろしいですね。そこのところに書いてありますから、前のところに、今週の御言葉のところにイザヤ書の55章がありまして、そこに、天が地を高く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く越えている。こう言うんですね。天が地を高く越えているようになんです。私の思いはその前にあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なる。いや、私たちはイスラム国のことや、つい先日亡くなられたあの中学生の、ね、子供のことや、いろんなことが、なんで神様がいるんだったなと、どうして、そんなことは本当に思いますね、そのことを思います。しかし、そのことによって、私たちがですね、それをじゃあ撲滅するためにはどうしたらいいのか、なくするためにはどうしたらいいのか、と言ったら、それは彼らをいかに、ね、力で抑え、そして一人残らず殺したとしても、必ずまた同じことが起きてくる。平和が肉親を通してはやってこない。そのことを私たちは今一度ですね、心にしっかりと刻みつけたいと思うのです。ですから、イエス様はですね、私たちにですね、私たちの力によってじゃないですよ、自分たちの力によってことをなそうとするときに、そこに起きてくるのは分裂ですよ、破壊ですよ、そういうふうに言います。そして、イエス様はですね、弁護者を扱わせてくださる、聖霊が私たちにですね、その真実を教えてくださる。神の霊が私たちに、平和をですね、与えてくださる、ね。それは世が与えるように与えるのではない。そして、ね、私たちにね、互いに愛し合いなさい。こういうふうに聖書は言うんですね。愛のあるところに新しい命の時が来る。しかし、憎しみは憎しみの連鎖をもたらす以外の何者でもない。というそのことを私たちは言いたいと思います。さて、先ほど申し上げたそのロジェ、ブラザーロジェという人はですね、その手紙が今ここにあるのですけれどもですね、その、ロジェをよく知っている人はですね、こんな風に言っているのです。ロジェについてですね、彼は優れた神学者という人物でも、偉大な説教者と言われる人物でもありませんでした。身振り手振りで、怪獣を魅了するような、そんな人でもありません。彼は誠実の人、語ったことを行う、行ったことのすべてが一貫していました。その姿、声、彼の存在すべてがそのことを語っていました。平和に生きる可能性を若いのうちに生きることができるのだと私たちに示してくれました。そんなふうに言っています。私は自分でですね、ああ、僕って、怒りっぽいなぁ、こんな風にですね、思うことを好きにですね、いかんなぁと思っておりましたらですね、聖書にね、まあ、なんとも今までそこをどうして見過ごしていたんだろうかと思うような聖書の箇所がありまして、それをですね、毎日、書いているのですがですね、しかし、なかなか身につかないんですがね、テモテというところにありますけれども、テモテの第一の手紙のね、2章のところにですね、
こんなふうに、あるんですね。男はっていうのはですね、私いつもですね、忘れちゃうんですね。ここのところ。男はっていうことありますか？日本のところで、日本の発説のあたりだと。あ、そうですね。発説ですね。こんなふうに書いています。だから私が望むのは、ね、385ページのところでですね、男はいかあらず、争わず、清い手を挙げて、どこででも祈ることです。皆さん、これね、どうですか？私たちが考える男らしさと全然違うんじゃありませんか？しかし、これこそがね、男らしい真の姿だっていうんですよ。信玄にもね、同じような言葉があるんですね。自分を治める者は、城を攻め取る者に勝るっていう言葉があるんですね。私は今、このことをですね、さらにこの新約聖書を通してですね、知らされるわけです。男は怒らず、争わず、清い手を挙げて、どこででも祈ること。ね、祝福がありますように。それが、私たちがなすべき最も素晴らしいこと、イエス様は、あの十字架の上でね、こんな奴らね、こんな何もわからない奴は、みんないなくなってしまえばいい。ね、みんな死ぬように。ね、一体それはその通りになったでしょう。しかし、そうじゃなかった。そうじゃない。イエス様は彼らを許してください。このように祈った。そして、さあ、そんな私たちにですね、この今日の聖書の箇所はですね、語っているわけです。ヨハネの14章のところのですね、一番最後のところでしたね。イエス様は、ご自分が、ね、父を愛し、ね、神様を愛し、神様がお命じになったことを、ね、よく知るべきです、ね。私がしているのではなくて、私自身ではなくて、ね、神様が私にしなさいと命じていることを私は行っているんですよ。そんなふうに言うんです。そしてね、こんなふうに言っています。さて、さあ、さて、ここから出かけよう。さあ、さて、ここから出かけようというのは、先ほど読みましたですね、イザヤ書のですね、天が地を高く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の道はあなたたちの思いを高く越えている。すなわち、その高く、私たちの思いを高く越えている、神様の思いの中に、神様ご自身の御心の中に、さて、さあ出かけていこう。こういうふうに言ってるんですね。私たちは自分で手放したくないものがいっぱいあるわけですよ。で、このところでと思うことがいっぱいあるのですよ。しかし、そういう中でね、ここからではない。さて、立ちなさい。そこから出かけていこうじゃない。こういうふうに私たちに神様は促しています。いかがですか？皆さん、私たちはね、どこから出ていく、ね、どこから出ていったらいいでしょうかね。皆さんたちご自身がね、本当に自分の中でこうね、思っている、ね、さまざまなことがあって、今本当にこう、人付き合いの下手な人たちがいっぱいいるんですよね。そういう中で、ね、ここから出かけていこう。ね、みんなが、もう、本当にこう、自分が分かってもらえない。みんなそうなんですね。みんな叫んでるんですよ、人は。認めてくれ。愛してくれ。ね。信じてくれ。みんな叫んでる。なかなか、しかし、その通りにはならない。そこで、私たちがね、今ひとたび心を天に向ける、神様のところに向ける、
そして一歩踏み出す、ね、誰も友達になってくれない、ね、そう、そしたら立て、そこから立ちなさい、ね、そう、そしたら友達になればいいんですね。自分の方からなってあげればいい、ね、誰も分かってくれない、ね、分かってあげればいいんですね。でもそれがなかなかできないと思いますか。でも私できない、そんなことやれないと言います。でもね、大丈夫です。神様はその力を私たちに与えてくださって、私たちの今いるところから出ていくことです。ね、優しくしてもらいたいなと思いますでしょ、ね、そういう人ほど突っ張るんですよね。でも優しくしてもらいたかったら優しく自分がすればいいんですね。本当に簡単なことなんです。でもそれができる、だから私たちはそのことを知ってね、あの自分をごまかさないで、あ、僕は怯えてるな、ね、そんな風に思う。いや、私は、ね、優しくないな、ね、人をいつも羨んでいるな、ね、人のことを認めることができないな。皆さん、あなたが人のことを認めたら、人はあなたのことを認めることができます。認めてくれますよ。愛されたかったら愛すること、そこから出かけていく、それがね、それから私たちに語るところです。いろんなところに皆さんたちはこれからも出かけていくと思う。でもその時にね、自分にしてほしい、イエスにとった時と自分にしてほしいことを人々にもその通りにしなさい。それが立法であり預言者だ。新しい時が始まります、ね、皆さんがしてほしいと思ったことを私たちはね、することができる力をね、もうすでに与えられています。イエス・キリストの愛が、神様の愛が私たちを満たしていてくれるからです。だって私たちは神様に愛されるような人間ではないのに、神様は私たちのために命を捨ててね、私たちのために、ね、命を捨てて十字架にかかって、そして私たちを愛してください。私たちは愛されています。どうぞ覚えてください。誰も愛してくれないのではありません。私は愛されているのです。だからその愛を分かちたいんですね。で、ここから出かけていく、出かけていくんですね。私たちは、ね、自分の思いから少しね、神様助けてくださいね、一歩踏み出す、新しい時が始まります。神様は私たちを愛していてください。あなたはかけがえのない、ね、平和をもたらすために実は作られた尊い器なんです。お祈りをいたしましょう。しばらくの時、神様との交わりを持ちましょう。私たちは自分でいつも考えます。あれがない、これがない。